第19期プロクイーン実況の鳥谷幸則でございます。解説は藤崎聡プロが務めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備はできております。第19期プロクイーンベスト 8A 択2回戦東海の開始です。立ち合いに吉田正によって今対局が開始されました。さあ2回戦ちいちゃからワクツなんちゃひなたシャーチャルミペーチャ岡田の並びとなりました。2回戦のトン一曲ドラはイーマン、さあ親のワクツのハイパイです。ヤンメンターツはありますがデキメンツがありませんでした。ちゃんたけなんからちゃんたの見える形日向なんちゃですがこちらもメンツはない。シャーチャのルミはマンズで一メンツ。うわ、カンリャンピンってすごいの聞いたんだね。リャンピンのあんこ、そうですね、ルミの第一相撲はカンリャンピンでした。岡田にあんこ。さあ藤崎さん、1回戦終わって、はい、岡田の大きなトップがありました。そうですね、最初と最後に強烈な感じで、はい、はい、あ結構遠くて安い仕掛けですけど、こういうのもお、はい、はい、岡田がこれはプロフィール通りのポンチーロン1000点の白仕掛け。そうですね、はい、日向が4着で追いかける形で、はい、2回戦どうなるでしょうか。お、関数層上の3色を見ていたところです。まあ、ただドラがイーマンなんでね、イースマンメンツは外しづらいんで、はい、ここは手なりでって感じになりそうですね。はい、白を仕掛けてる岡田、はい、ん？3万つもぎり、はい、まあ2巡目にチューン打った後に流派重なってますから、流派掴んだ人は止まんないですよね。そうですね、2巡目にチューンいらなくなると三元薬見てないっていうことですか。そうですね、はい、はい、で流派ポンって言われるとドラドラ、はい、みたいな感じにはなりますよ ね、 すね、えなんでってなりますけど、あれチューンがいらないってことは後から重なったか、はい、ドラドラってあえて引っ掛けてチューン切ってやるかどちらだよねみたいな。今回は後重なりのパターンです。いやいや、なんかやっぱりトリアチョレーナじゃないの？はい。ピンズの一色手じゃない、あれ漫画あるじゃないの？これは役で、はい、ピンズ。ちょっと待って、なんかツモがどんどんピンズに寄ってきてるんで、あの、そうですね、トリアチョロイナ説。騙されてやるの？はい、白、これは、うん、ちょっとね、果敢できる牌ですが。感動が増えるのって、まだちょっとね。されてやのちょっと藤崎さんと今日ご一緒すると思って、はい、あのどんなお話があるだろうってこう想像しながらやっぱあの来るわけですけど、はい、想像通りだったり、ね、いやちょっと騙されてやんのってセリフその中入ってなかったです。ああそうですか。はい、あこれどうし、ああいいそう、普通もぎりです。これはだって完全にね、はい、ポンチ1000点の1000点好きな人の打ち方じゃないよね。はい、どうやら私は騙されてたようです。バランスする人今白切りますよ多分ね。ああそうですね、イーソーを置いて白切りそうですね。そうですね、イーソーポンでも1300の電波になるようにね。岡田は白を仕掛けて役本一まっしぐらといったところでしょうか。イーソー切る人は漫画しか見てませんってことですからね、はい、回戦トップ2回戦も突っ走ろうというところか。ルミはトンが重なります。まあ本一かなと思いながらもやっぱドラは打つわけにいかないかなって感じですか。ただあんまりスピード殺して打点見ちゃうとね、うるせえのが来ますからね。うるせえのどうやら、親のワクツプロのことのようですが、いやもう一歩も引かないでしょワクツさん多分ね。あのイシャンワクツもそうですね、もうこの形だならご覧ください、両面両面です。日向受けている。ちょっと日向さんはね手悪かったからね、チューンは完全安牌温存します。ルミはローマンが貫通になっています。
下茶の岡田はピン付け杯、ローマンのアンカン、シンドラはシャーです。ワクツがさらにエンジンを踏み込む、アクセルを踏み込む形、ドラドラになりました。ワクツのシャー、こちらも意地張りましたね。岡田さんもね、岡田も仕掛けた。ちいせテンパイなら当然泣くんですけど、はい、神ちゃんのルミちゃん関していいピン打ってきてるってことは、それなりの形になってるのがもう見えてますからね。怖いは怖いですよね。はい、意地のぶつかり合い。流派一枚切れだとね、結構仕掛けやすいんですけどね。はい、ションパイだとリーチ来た時に流派統一落としてわけにもいかないでしょうから、ちょっと怖い統一落としになってしまいます。あ、食いてた。ハクとピンズの 1,2,3 を仕掛けている岡田、ピンの地位です。ここまで見た感じだとバランスは取りながらも、どちらかというと攻撃的な選手なんですかね。どうやら攻撃的というのはご自身は書いてなかったので、やや攻め寄りですけど、攻め一本って感じでもないですけどね。ハツがここに来た。ワクツテンパイで打つか。テンパイは切りますよ、ワクツさんはね。日向は慎重に選んでいます。数万は数万がなくなって2万1枚だけ、はい、日向が数万をあと1枚切るかもですが、あ、これはもうチーして流派切るんじゃないですか。パーピンは枠打つがチーできる牌。岡田はこれはパーピン打てるかどうか。白を打つか。パーピン打ってった。枠打つは泣かない。まあ、親でテンパイという経験で打っていいパイじゃないっていうということですか。初打つなら、はい、なるほど、初打つかむ前なら泣いてたでしょうけどね。はい、打つならテンパイ上がれる形という選択。テンパイは取りませんでした。ワクツってことはツモが来ないってことだね。岡田さん発汗だもんね、入って前で。そうですね、岡田はもう、あ、違うね、あ、もうこれで、あれ1,2,3,4,5,6。なるほどなるほど、返しちゃうと配定がなくなると、配定か臨戦かの選択でしたね。これでこれが配定となります。ローマンの暗冠が入っています。流局です。4人の点で流局。ここが本一先点なんでしょうね。いや、そうですね、僕は泣いた時点では本一は全く見えませんでしたけどね。はい、ポンチー1000点ではありませんでした。ポンチー8000点の方だったようです。失礼いたしました。さあ、トン2局1本場、日向愛子の親番です。パジャマは人がいいから騙されんだよ。そうだし、もう本当にね、いろいろ騙され、あんまり騙されキャラっていうのはあんまりないんですけど、騙す、そうですね、どうやら騙されていたようです。さあ、ドラチーソー、確かに騙そうと思えば簡単に信じますね。自分を振り返ると。ただ問題は、その良かったことは、幸いなことに騙しに来る人がいなかったっていうことです。あ、なるほどね、はい、方はこれはメンツはありません。ドラの両面ターツはある、まあ、遠いんで一応下地球は見るんじゃないですか。まあ最終的には、はい、あとは靴が発進、うん、イーマンの地位から入っていきます。もう何も言えないね。何も言えないとのことです。面白くてしょうがないね。いや、やはり仕掛けて、この世の中にあのイーマンチーする人いるんですか。だってね、なんか積もれるイースーマンなのになぐらいの感覚で今までは捉えていましたが、しかも第一打シャーっていうとね、はい、何してるんですかあの人って、また感じですよね。本一ではないのかなとか。実際はこちら役配とちゃんたですが、本一とシャー打つってことは何だろうってなりますか、うん、はい、まだね、イーマンチーして三蔵とか切ってくれれば若干ね、本一かなみたいな感じにはなるんです、はい、まあ、実際本一ではないんですけど、はい、本一かなって感じにはなると思うんですけど、シャー切られるとね、はい、そうですね、すごく揃って、いや、ちょっと待ってと、いろいろ考えることに、まあ、間違いなく言えることは、厄介は超絶打ちづらいね。そうですね、あんこになった。ペーチャの枠つです。シャーの後に手からパーピン出てきたもんね。そうですね、いや、これ、あ、でも一枚切れたから、これは打ちやすいですか。まだね、
出てから両ピン出てくるんですよね。そうですね、これ見てるとやられちゃいますね、なんかそんな気がします。さあルミがテンパイを入れました。先制リーチ、リーチドライチは老朽層、うん、ただ今のところこのワクスさんの仕掛けがね、はい、うまくいってないですよね。結局、はい、分かんないから無視されるみたいなケースがね圧倒的に多くなっちゃってるんで。なるほど、確かに今もそのパターンでしょうか、うん。こちらはイーシャンテン、マンズの1、2、3を地位しているワクツ。日向は苦しい。日向さんたまんないね、1回攻めラスですからね、はい、4回しかないからね、少しずつちょっと取り返していきたいのに。ちょっと今分が悪いでしょうか、日向愛子。現状くっちゃくちゃになってる感じだもん、ね、ワクツ天敗、シャンポン、イーピン、ウーマン。今イーピン取ったとこだけど誰も持ってない、イーピンは持ってないですね。老朽層は残り4枚です。岡田はもう現物合わせている。サブローマンになったワクツ、これでマンズの本一に見えるのかな。ただまあどのみちね、はい、サブローマンはルミさんにも強烈に危ない場合なんで、手、ね、でからウーマンが出てきたワクツです。これでねノータイムでブンブン打ってるでしょあの人ね、はい、6球層だけ止まった。ローマンです、見事だね。ワクツの上がり白1000点。何やってんだかさっぱわかんないけど、はい、1300、まあね、いやーここは枠打つの上がりになりました。あの仕掛けから上がりに結びつくという、あれでね、はい、枠さんで6球層だけビタッと止まったりするんだけどね、 あれね、恐ろしい。でだって最後の上がり系だけ見るとさ、ウチェッパ最初から見てるから、はい、白ちゃんと三色とか狙いながらっていうのは進行わかりますけど、はい、あれ一緒に対局してる人あの手を開けられて、なんじゃそのイーマン大事だチーワってなりますよね、はい、ね、どっから泣いたのってなりますね。なんじゃそりゃみたいな、はい。さあ本3局です。ルミの親番ドラリャンソー、はい、ワクツの仕掛けが決まったので、これ調子がどんどん上がってくると、藤崎さんのおっしゃってたワクツがどんどん上がる回がそうねやってくるんでしょうか。ただ仕掛けってやっぱ難しいからね、もろ刃なんでね、はい、そういう場面ももしかしたらあるかもしれないってことですか。やっぱりあの裏目に出るケースもいっぱいあるわけですからね、はい、はい、あのどっちかというと理屈にあった泣きで理屈では泣いてないですから、はい、裏目に出た時はちょっと怖いのはありますけどもね。ハマってしまった時の恐ろしさっていうのはある代わりに、うん、だって面前で言ってリーチって言ってさ、はい、ついてる人はさ大体悪いこと起きないからさ、なんかはいツモって言ってるイメージあります ね、はい、しかも1枚引けなくて転敗しないって言っても手の内に積もってくれば14敗あるからさ、受けは取りやすいし、はい、守備よく考えればそうです ね、まあ、なのであのバランス取るとか攻守のバランスを考える人はどっちかというとね、あの面前主体には当然なりますから、非常に難しい泣き仕掛け、うん、あの本当にね、はい、あのいい子の方はいい子の皆さんは真似しないようにっていう感じの基本みたいなものなんですけど、あの、ね、あのただハマった時の強さが半端じゃないですからねこの人はね。さあどう、はい、そして今回は面前進行、うん、面単品、あのワークスが最初プロクイーン取った時かな、はい、決勝で、はい、まあ、あの当時女流ナンバーワンだったね清水香織さん逆転して、はい、優勝したんですけど、熱い話ですね、はい、2日目だかなんか後半戦に、はい、半チャン1回で100以上稼いだのあったですよね、うん、半チャン1回で100以上でしたね、3桁稼い。9期のブログインでしょうか、2011年、うん、だと思うんですけどね、はいはい、もう強烈なインパクトでしたよね。ワンチャン1回で、100っていうと何点なんですかね。何点でしょうね。トップが、まあ、あのプラス90点ぐらいですから、はい、まあ、1万2000点近く稼いだって感じですかね。あ、1万12万点近く、12万点、はい、12万点ぐらいの展望を稼いだってことですか。タイトル戦で12万点稼いで、逆転優勝、
そうですね、まあ最終戦ではなかったですけどね、はい、なるほど、そういう回があっての優勝、うん、もう麻雀漫画でしか見たことないような気がします。そうですね、あるんですね、そんなこと。ありましたね、うん、いいペコができていいシャンテン、うん、この辺もでもルミさんも変わったところですよね、親番なんでね。昔なら絶対ノータイムで9ピン切ってましたからね、もう単野をで決まる、はい、決めるってことですか。このイーシャンテンはいりませんみたいななるほど。だって数万とか引いたら強いじゃないですかいやいやいや、はいはい、わかります。イーシャンテンにとってパーピン引いた方が強いでしょうっていういろいろあるんですが、議論もあるっちゃあるんですけど、はい、まあ、そこがね持ち味ではありましたけど、だいぶこう攻めにバリエーションを取るようになりましたよね。いや、よりよりその引き出しが増えたっていうことですよね。そうですね、引き出しはめっちゃ増えましたね。ちょっと私も引き出し増やさないとまずいな、これ、うん、そんな気持ちになります。これで単位がつく、はい、どっちかっていうと一昔前のルミさんはね、はい、あの3色とか本一とかね、はい、あの綺麗な手以外は私上がりませんみたいなタイプでしたからね、はい、なんか調べていくとやっぱ3色がすごい好きっていう話が、うん、すごく出てきますが、私は3色上がるために麻雀してますって名言残しましたね。ありましたね。直近の女流王冠は投げたね、今スルピン投げた、投げましたね、投げましたか。投げるのは良くないですよね。さあ、メンタンピン、イーペイコーのリーチ、ルミです、リャングピン、まあ、9ピンから来ても結果は一緒でしたけどもね、はい、これが引き出し増えた分難しいんですよね。今回本手で高いじゃないですか、はい、さあ日向追っかけリーチはスーチーマン、うん、ただ最近はね、リーの親だとリーの身とかもあるんでね、はい、スーチーマンは残り2枚でしょうか。言うてもリャンピンも2枚、2対2だね。リャンピンも、はい、2枚2対2、どっちがかつロマン、ただ打点が大差だからね、はい、ピンフリーチ対タンヤオイーペイコーピンフ、ちょっと日向さんは勝負どころだね、はい、親とあえて戦うことを選択した日向、戦わないと勝てないぞ、どうだ、引き当てた、リーチつもピンフ、裏はありません。いや、これは700戦300打点以上にお見事でしたね。いや、はい、ルミの本手を潰した形、一歩間違えて宝珠になってたらね、勝負終わりかねないですからね。いや、そうですね、宝珠で終わる、はい、宝珠すると1万2千が待ってました。さあ、ルミが、ルミの親番が終わって本4局、岡田圭の親番です。ここまではね、はい、1回戦目の1万8000点スタートと違っておとなしい感じになってますけど、そうですね、2回戦の岡田はおとなしい感じですが、はい、ただ全員爆発力も打点力もありますからね、はい、ドラはシャーです。このまま終わるとは思えないですから。さあ、デキメンツがない、難から表示牌です。なんちゃの枠つ、なんと3メンツ、おっと、直瀬の難が、ただ4枚目です。です、ね、重なった難が4枚目、ただちゃんとで、はい、そっか、ちゃんとでくっつきのいいシャンテンになって、しかもテンパネ材料ですからね、はい、まあ、よしとしましょうみたいな。さあ、ひなたも手がまとまっているぞ、ドラのシャー、ここはドラのシャーからです。ひなたはシャーチャーです。面単品で上がろうという、そうですね、そういう方針でしょうか。周りのプレッシャー云々よりはもう自分の上がり直線ってことですね、はい、シャーチャーの人にシャー打ってもらうと周りは楽になるんでね、はい、あの、うん、はい、いろいろ戦術テクとかでこねる人はあんまり打ちたくはないんでしょうけど、残しておく手も一応ありましたか。かなり後継なんですが、うん、ただやっぱり日向さん1回戦目ラスなので、はい、やっぱ上がり、あの後輩いっぱい上がり逃しちゃいけないっていう方が強いんじゃないですか。うん、となるといらないシャーということになりますが、うん、こちらです、この形、くっつきテンパイイシャンテのくっつきのイシャンテの人が2人いるもんね、2巡目でね。いやー、かなり早いです。ワクツとひなたが、うわー、やっぱりね、ここそう思いましたね
あの後継作るためには想像が一番いいんですよ。つながってるからね、はい、2名とか3名ちゃんになりやすいんだけど、はい、ただあの急走の分があるんで、はい、リーノミになる危険性を減らしたっていうんですかね。あ、ピンフのみですか。リーノミをやってさ、一旦シャンポンのテンパイを取りました。タンヤオです。取らない手もありましたけどね。リャンピン1枚切れてるんで、さすがにリーチは行きづらいでしょうから、取らずにくっつきの可能性を待つこともあったでしょうか。ルミさんがピンズっぽいので、いい、はい、ピンズにくっついてもさほどいい街にならないでしょうってことですか。実際ピンズではないんですけどね。はい、リャンピン1枚切れ、チーマンは1枚使われている状態です。ただ日向さんのマージャンスタイルからいくと、あのまま上がりたくはないと思うんで、来たね。枠つから先制リーチはサブローピンです。ただリャンピン現物ですね。リャンピンはゲームドラのシャー、ここは打っていく。あのまま上がるよりはね、どっちかというとローマンとか引いてリーチ行きたいんでしょうけど、はい、まあ、先制リーチ入っちゃうと、リャンピンは、はい、枠つの現物。いや、ただ枠さんの捨て配置、チートイツにしか見えないんだけど、よくシャーあれノータイムで行きましたよね。あのシャーびっくりしました。終わりかと思ったんですが、ビュンと行きますね。なるほど、日向はもうやはり1回戦のラスが響いているのもあり、攻撃的な判断なんでしょうか。まあ、ただあの、はい、自敗がドラが3枚切れたので、チートイがそれほど怖くは なくなったのでっていうのはありますよね。はい、積もりました。リャンピンタンヤオツもイーペイコーは1000、2000、まあ、これもお見事だよね。はい、うん、強い選択。あの捨て牌のリーチ、中チャンパイ6枚並べてリーチされたのところに対して、ドラのシャーとハクですから ね、はい、あそこにシャーはちょっとシャーでやめる方の方が多い気もしますが、日向はしっかり押し切って積もり上げます。2回戦難入です。枠津の親番、ドラはローマンです。優勝準優勝のね、3年連続の実力者が力発揮してきましたね。はい、返り咲きあるでしょうか。決勝進出を目前に戦います。現在ベスト8、ドラの両面と集まります。岡田はピンズが後継、現在トップは日向。日向さんが一番まとまってそうですね。はい、さあ伸びれば上の3色もあるでしょうか。もう一上がりあるとね、はい、結構いい感じになってきますよね、日向さんね。はい、まあ、さっきも、まあ、第1打のドラのシャアはまだあれですけどね、あの、はい、2個目のシャアですね。あのパーソーイーシャンテンの、はい、くっつきのイーシャンテンでね、はい、パーソーを嫌ってまでああ受けたのに1000、2000で止まってしまったっていう部分は若干あると思うので、ちょっと本人の思ってる打点ではなかったっぽいですね。うん、あの、はい、上がれれば何でもいいならパーソー打たないですから、想像のくっつきが一番強いですからね。はい、はい、5、6、7、8の形でした。うん、ただできればマンガン欲しいっていう打ち方をしたので、まだあの全開ではないと思うんですよね、やっぱね。なるほど。なんであのもう一つ、はい、いい上がり2回続きましたけど、もう一つ上がり欲しいですよね。まあ、今の急走も嬉しくはないもんな。ああ、いいシャンテンのようになりましたけどね。はい、6チッパーの方が嬉しいですかね。ただ急走、3走も来ました。3走はもうただ広くなりましたね。はい、これはチーマン引きはテンパイ取らないまであるかもしれないね。なるほど、ここのチーマン引き、確かにドラが出ていってしまう。これこちらです。うん、あ、ただどうかな、難しい。あの両面のね、はい、あの闇点って基本的にないんですよ、日向さんはね。手代わり待ちっていうのは基本しないので、はい、両面になったら最終形でリーチが圧倒的に多いと思うので、うーチーマン引いてね、両蔵イーソー引いて一通にしようとしてドラ打ってで、スチソウのピンクの闇点ってのはやらないと思うんですよ、選択肢的にね。はい、よくあるその手代わりの、うん、そうですね、はい、一応役割のテンパイ取っておきながら一通の変化を待つみたいなの、うん、はい、の手順もあるんですけど、多分ね、日向さんはそれを好まないので、はい、
なんか最終形はリーチでいきたいタイプの人ですから。なるほど、おそらく。なのでリーチって気持ちよくいけない天敗は取らないと思うんですよね。これピンフのみのリーチにはしたくないですよね、こちら。そうですね、9ピンちょっと考えますか、6チッパもそう、ね、ありますけど、はい、はい、ただ広さの大差ですからね。積もって裏乗せようとかそういう方向でしょうか。うん、ドラ引きの地層はちょっと気持ち悪いから、打点的にはねドラ引きが一番いいですけど、はい、まあウッパーマンヒテリアンパッソとか、あでもリャンゾー3枚切れ、リャンゾー苦しいですね。あもうありません。サブロック9層とかですかね。ただノベタンさんメンちゃんもあります。若干気持ち悪いね、あれでピンフ崩してるみたいな、ね、あそうですね、崩したくないですね、なんか役がなくなるの、うん、ただウッパーマン引いてサブロック層が一番気持ちよくいけるのかな。はい、さあ枠つが、まあ、ウッパーマン残りは全部リーチですよね、はい、間違いなくね。枠つもイーシャンテンが少し広くなった。あースーピン天敗は入らない。天敗しいやーイーシャンテン長いぞ。もうチーマン引きも崩せないかもしれない、ね、岡田もイーシャンテンに来た。ここはドラのローマンの重なりが嬉しいが、ローマンは山にはもうありません。枠津が天敗先制リーチ、メンタンピンドラ1はウーパーピン、残り2枚ウーピンが2枚です。天パらないは気持ち悪いね。天パらないは気持ちが、はい、気持ち悪いですね。天パってよってなりますね。あードラを浮かしたから難しくなりましたね。重ならないドラのローマンです。あなんだパーソー、天敗は取りますね。ただパーマン3枚切りウーマンドラ票だからね。あここは闇点、うん、9層は押します。リーチ行きたくてしょうがないんでしょうけどね。今一瞬ちょっと、はい、我慢しましたね。手にストレスがかかっていたっぽい動きがあったように見えました、うん、ウーパーピンはどうなんですかね。ウーパーピンはウーピンが2枚です。パーピンが実はもうありません。そしてパーマンもパーマン1枚だけ残ってるですね。ウーマンが1枚ありませんか。あ表示配列した、失礼しました、失礼しました、はい、岡田さんもさすがにドラはいけないと。9ピンは現物です。手から9ピン今ね、はい、一発吐いて狙おうかと思って少し考えましたけどね。なるほど、その間だったんですね、うん、さあこれが最後の相撲になります。吐いては日向、初は打てる龍極です。先制リーチ、親の和屈、そしてなんちゃの日向、二人天敗です。まあ和屈さんも勝負手だしね、はい、日向さんもいいシャンテンも早かったんで気持ちよくリーチっていきたかったでしょうけど、いや日向のいいシャンテンが長かった。まあ二人とも、はい、まあとりあえず展望はちょっともらいましたけど、気持ちいい曲ではなかったですね。そうですね、どちらもちょっとストレスのかかる、うん、そんな一曲だったかもしれません。さあ連チャンです。おっと山が少し崩れてしまいました。崩したのは日向、ハイパイを取るときに山を割って前に出したんですが、そのときに手が当たってしまいました。これは選手ではなく立ち会い人が直す決まりとなっています。立ち会い人としてはこの瞬間が一番緊張するというお話も聞いておりますが、そうね、だって自分が山崩したらどうしようと思いました、はい、これで新しく、あ、日向がかなり平身低と誤っております、はい、ただそれを受けてルミもいえいえと頭を下げていたように思います。さあ直して続行です。なん一曲一本場、枠津が天敗で連チャンを入れています。京卓リーチ棒は一本、はい、ドラはチーマンです。二刺しのマンズ、イーペイコーが見えます。関三万の形、ドラはないけど、まあまあ、まあまあ、はい、まとまれば上がりもありそうです。なんちゃひなたです。ちょっと、はい、ルミは一通か、岡田も良さげです。白あんこ初統一、ポンチ先天の人は自敗切りますよ絶対に、はい、ただ打点の人はローマあたりから、あ、打点の人だ、わかりましたよ私、もう騙されないぞ
あのね、ローマドロヒオですからね、あのポンチ1000点で上がりだけ取りたい人はもう絶対に自敗しか切らないですね。はい。あ、ただこうなったら、これはさすがに。こうなったらちょっと自敗でいい気もします。いや、まず切りたそうだもんな、はい、絶対スピード系の人じゃないよね、はい、アンケートにはポンチ論1000点仕掛けが好きですと書いていた岡田です。もうこの曲はないで1000点やむなしじゃないですか。なるほど、この状態、これ1枚目スルーされたらどうします。初ですか、ハクト初あれ話が違うよみたいな、はい、あ、いたたたた、うん、ローマン打っている。あ、しかしここでした、もあると。そのシャアを仕掛けたのはシャアチャのルミ、うん、ルミさんがソウズっぽいので、はい、ソウズのくっつきはノーサンキューと。ただ、ひなたがですね、ソウズ3連出してます、うん、いや気持ち悪い、あれ3ピンにくっついたらマンズ切るかもしれないよあれ。3ピン残した岡田ですが一面ツ落としあるでしょうか。どうする、超絶打点寄りの人だ。いやもう、はい、これでマンズに手かかったらもう超絶打点派ですさあ、数層のポン、シャアのポンについて数層仕掛けてペン3層、はい、ま、さあみんなが使いづらい3層で待っているルミです。テンパイかどうか微妙なところですからね、はい、いや、ワックス危ないね。ワックスパーソー行きましたよ。スーソポンって言われてるもんね。あー、なるほど、ちょっと2差しの方が厳しい。スーソーポン切るなら今っていうのもあるかもしれない、はい、さあ岡田はテンパイリーチに行きます。ウーパーピン、うん、ここも攻撃的ですよね、やっぱりね、はい、もう闇点ならほぼ簡単に拾えそうですけどねはい、そこをリーチといきました、うん、あのただやっぱりね、ウーピン積もってマンガン確定ぐらいの手ですから。さあ、ハクは岡田にあんこの牌、一発あるか、ありません。打点的には当然リーチしたいですよね。うわ、いっぱいあるな、はい、ウッパーピンって。ウッパーピンは岡田が1枚使っているのとルミの捨て牌に1枚6山です。ただ三蔵もいっぱいあるね。三蔵も数層ルミがポンしているため、はい、三山決着つきそうだね。6対3、さあ枚数は変わらない。イペコーができましたが、ワクツはもう受けている、うん、ただ麻雀的に言うとやっぱり岡田さんはここは勝っておきたいね。岡田は勝っておきたい。闇金の選択あるところを強くリーチって言ったわけですよね、はい、あー積もりました。リーチ積も、イペコーではない方ですね。リーチ積も白は1300、2600、これ一本場で1400、2700です。実際ウッパーピン誰も持ってないんで、ヤムテン張っても誰も出てこないんですけど、はいすね、はい、これを例えばあの三蔵引き負けたり自分が三蔵積もったりした時、はい、あの補充になった時ってさ、はい、必ずヤムテンだったかなってちょっと人間は思うじゃないですか、ね、必ずね、はい、なんか私そっちの経験の方が多い気がします、はい、ね、ウッパーピンだってヤムテン張ってればタダっぽいもんね。なんで強くリーチって言ったからこそやっぱ結果はぜひ出したいっていう一曲でしたね。ということで岡田、会心とはいかなかった休みですが積もってしっかりと上がりました、はい、めっちゃ打点寄りに見える俺。打点寄りですね。ちょっと変えてあれちょっとすいません前回ちょっとどうなったのか後で聞いてみたいと思います、はい、さあ何の2曲です。日向の親番、ドラはイーソー、日向はドラのイーソーが1枚、どうする、聞いた時、はい、パジャマチョレーって言われでもチョレーって言われたらもう事前に直前に藤崎さんがなんか仕込んだんだろうなとしか思えないですけど、言われたらちょっともう、はい、びっくりですね。さあ枠ツは第一つもでメンツができましたが、ちょっと国士よりちゃんた寄りでしょうか。どうなるんでしょうか。とりあえず今のところ投げんのペイぐらいか。枠ツはペイチャです。はい、ペイがドイツです。ちょっとあるかもしれない。
うん、なんか上がりどうもこうのっていうよりはちょっとね、はい、これはまたなんかやっとくかっていうのが、はい、あただこれだと国士見えちゃうもんな。国士まではあと3枚です。あらららら、らただ他が早いですね。日向も、まあ、ルミもこれで、まあ、ルミさんもいいとこ引いたんですけど、はい、こう2人が早そうだもんね。はい、国士っぽい時人が早いあるあるですね、これは。ああ、両派に前切れだと難しいね。まだ国士の方見たいね、はい、ただちょっとメンツに手をかけるのはどうでしょうか。和靴岡田ドラのイースをつもぎります、はい、なん、てかこれはどうするんですかね。これも三層リャン層でしょうか。両派切りもありますね、2枚切れてるからね。なるほど、ちょっと合わせますか。白は2枚切れ、三層リャン層、国士無双に決定。うわ、リーチありますね。日向が天敗はイーペイコーの関羽層。和靴はもちろんいらない。岡田は使えます。ギリギリね、ギリギリ、はい、今だけ使える感じ。今だけ使える、はい、もしかしたら外されるパターンがある。さあ、手の内が八尾中だけになったぞ。和靴、和靴が欲しいのはイーマン、九万、白。嘘、まだ2枚いるもんね。あ、ってことは岡田さんが嘘を重ねる可能性がある。なるほど、嘘を重ねたら激強になりますね。嘘を重ねられると恐ろしいですね。はい、単品3色一旦撤廃取りますか。関羽層の天敗に外すなら嘘、嘘危ないけど一旦取りますか。ただまだ危ないですね。9万イーシャンテンです。むむ、イーマンと白。むむ、シャーありますか。シャーありますね。イーマンと白です。白2枚切れ、白2枚切れのイーマン2枚使われ、あれ4山、イーマン2枚、白2枚、イーマン2枚、白2枚。あ、岡田さんも今ローピン引いてどちらかというと死頃寄りになったんで、岡田からウーソーが出る未来はなさそうということでしょうか。いや、パーソーとか引けば両面になりました。 ならありますか。あ、白がここにあと1枚になります。あ、怖い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 、間に合ってしまうパターンが恐ろしい。いや、ただなんかもう1枚余らせたらルミさんやめるような気するね、あの持ち方。はい、もう9ピンとペア余らされてますからね。ちょっと、あ、イーマンもここに来ました。あ、トンは行ってる。まだ和靴の欲しいイーマンがトン1枚ずつだ ね、 もうね、はい、1枚ずつあれば嘘、うん、白が、あ、ここで3枚場に出た。追いつくか和靴。嘘あと1枚になった。これは振り点だからダメなんですよね。いや、振り点率は厳しいですよ、これ。ここはね、ここは関羽層続行です、うん、なんか国士っぽい人もいますからね。天敗、さあ、面単品、高め三色、サブローピン。うわ、バクさんも気持ち悪いね。3品は3枚切れです。バクさんは何、白イーマンって切られてる。1コロ白イーマン、あれあったら役満なのにという白イーマン。白イーマン引ければまだイーシャンテン続行。こちらは関羽層、ルミの3品は1枚あります。いや、どうするのかな。ただスタインが強すぎるね、ルミさんの。はい、ローピン3枚、3品1枚、4山、うん、受けた。うん、一旦サブローピン一旦一発避けるとなんかバラバラになる可能性あるね。そして国士無双、まだ生きてるぞ。9万かパーマン、2枚持っているなんです。うー、今嘘が来る。一応3品はさあ上がり逃し、3品ワンチャンスなんで数品は若干打ちやすいですね。なるほど、打てるかも。イーマンと白チーソー、もうこ、うん、ま、行く。うわ、もう、いや、これ他のローピン、ここローピン切ることだけはないですね。はい、数ピンを切るか、もうローソーとか切っちゃうかもしれないし、もうやめるとかもありますか。うん、天敗は取って粘りたい。だったら数ピンに行きます。
ですね。和屈の国士気配は察しているところなんでしょうか。察してるでしょうね。そうですね、はい、そしてチーソーがもちろんあの4枚切れてる牌がないか確認はしてますけど、ね、はい、どうやらないと。そうなるとルミの現物八尾中打つのもちょっとですか。うん、そうね。で今は今通っててつもぎりなので、はい、この段階では切れるんですけど、今は切れますね、手出し入ると。ただリャンマン3枚浮かしたところで意味がないのでどちらも切れないから、バクツ引けるか、うん、そうなるとローソー切っておけば一応テンパイ復活する可能性が若干ね。うわ、こっちじゃないね。ウーソーは無理でしょう。ウーソーはルミに無筋となります。チーソーつもぎり現物です。三ピンは1枚残っています。ローピンは、ローピンは、1,2 で2枚。ローピン1枚、あ、そうですね、 1,2,3 で1枚、あ、なくなったんですね。ちょっと高めだけ、あ、はい、岡田に2枚来ていますね。三ピンが1枚だけ残っています。あ、これで9ピンが4枚切れて、はい、和屈が撤退。あ、よかった、すごいね。スーソーウーソーのシャンポンの形でテンパりました。役はありません。粘りましたね。粘りました。日向が、はい、テンパイを入れました。ただ親番なんで次シャンピン持ってきたら危ないね。いやー、ここはパーピン現物です。いけた、親の日向テンパイ取れた。そして背景に、うーん、白がここにいた。流局です。親の日向リーチのルミ2人テンパイ。難しかったね、日向さんね。いやー、はい、上がりは展望なければね、カウソの押さえつけも兼ねてリーチあったんでしょうけど、イーペイコーのツモ上がりが手を崩した自順ありました。最低親番は連チャンしました、はい、日向4戦の可能性もありましたけどね。ただトップ目に立った状態でこの展開でしたからね、難しかったですよね、はい。2局1本場、京卓リーチ棒が1本、日向の連チャンです。だからまあ日向さんの場合はね、はい、あのジャン力で今トップ目にいますけど、気持ちいい局は1回もないかもしれないですよね。もう気持ち悪い局続いてるかもしれない、ね、気持ち悪い局、回戦からずっとしんどい、そんな印象でしょうか。まあ打ってる本人はそうでしょうね、はい。日向のハイパイもかなり悪い方だったように思いました。岡田3万がアンコ、和屈がドラメンツ完成、はい、さあ各社そこまで早くはないです。日向も1メンツできました。ペンチーピン、ルミはチートイツでしょうか。トイツが4つ、ハツが重なる、仕掛けるか。上位2人が決勝ですからね、はい、かなり緊張する。まああの俗に麻雀プロの中では、はい、もう一番負けられない戦いっていうんですかね。いや、ここでって言われてますよね。あ、そうなんですね、うん、この、はい、ベスト8で勝てば決勝っていうこの状況です。しかもあの、はい、2分の1の単純確率では2分の1の決勝戦の可能性のところの準決勝ですからね、はい、まあ、一番負けたくないって言われてるところですよね。いや、ここで確かにその敗退は非常に悔しい。もちろんその決勝で負けるのも悔しいんですけど、うん、言われてみればそうですね。ちょうど甲子園地区大会決勝みたいなテンションってことですか。そうかもしれないですね。やってました、うん、でもそれぐらいその行きたいっていう思いが乗っかりますよね。でメンツだけ見るとあれでしょ、今年の夏の甲子園でいうと、はい、奈良大会の決勝と和歌山大会の決勝みたいなのが、はい、ありましたね。今年は同じ名前の学校が、まあ 今年は、はい、今年はね、奈良の方はちょっと天理がベスト4で負けちゃったんで、はい、あのすごい決勝にはなんなかったですけど、はい、和歌山はね、一律和歌山とやって、どっちが勝っても甲子園の優勝候補でしょうみたいなね。大盛り上がりでした、ね、そんな感じのメンツですよね、多分今日は、はい、誰が勝っても決勝は優勝候補でしょうみたいな。これなんかね、タイトル戦だって言っても全然おかしくないメンバーですね。ルミテンパイです。9万3期のリーチ
まあいかにもチートイですよっていう世界ですけどね、はい、ペイよりいい街ということなんでしょうか。ここは9万を選びました。どうなんでしょうね、はい、ペイの方良さそうですけどね。なんかチートイツってこう自敗で待つのがセオリーと言われておりますが、ただ若干の出上がり の、はい、あのあれもかけたんじゃないですか、保険もね。ペイはあまりにいかにもなんで、ね、はい、いかにも手前の牌です。9万、ああ日向が掴んだ、キャッチ追っかけリーチのワクツは老僧発、ワクツさんもチーマンそこそこ早いから9万危ない可能性もなくはない。手つきでね、シャーってなりますね。あれシャーやばいよねみたいな。ルミの捨て牌がさすがに変則で、おそらくチートイツ。日向の9万が発射台でしょうか。技あり9万待ちが炸裂するんでしょうか。リーチチートイツ枠つ高めの発は1枚、日向はここはベタ折りを選択しています。鉄丸と9万に手がかかる場合があります。老僧がなくなって初1枚枠つのリーチ、あ9ピン取った時9ピンみたいな切り方ですよね。枠つももちろん分かっている。ここになんか端牌や打ちたくないですね。まあ第一候補はドラですよ、間違いなく。はい、ドラ短期のチートイツドラで、はい、で9万掴んでしまった。第何候補ですか。9万裏が乗ります。うわリーチチートイ裏お見事ですよね。はい、8000は8300。まあでも負けはしましたけどね。枠さんも枠さんらしいおかげですよね。はい、枠つ対ルビの戦いはルビの勝ち、うん、あの、はい、先制リーチが入ってる以上ね、流派の出上がりだけはほぼ期待できないですからね。ああそうですね、うん、ルビがチートイツ端牌が危ないというね、日向さんか岡田さんが流派統一落として手詰まって、あ統一で持っててね、手詰まって統一で出てくる可能性がほぼない局面でしたから、うん、はい、そこを正面からぶつけていきました。あたりヒヤヒヤしていたのは日向でしょうか。まあ、ただ、はい、ちょっとピンズが切れそうだったんでね、あのウーピンのチャンスとかになってね、あと1巡2巡ぐらいは耐えたでしょうけど、まあ、ただ危なかったは危なかったですね、はい、さあ日向がトップのまま南3局現状2着ルミの親番です。枠地さん1回攻め3着か、はい、ちょっと楽じゃなくなりましたけどね。4回戦行うこのブロックイン、はい、1回戦4着2回戦あ3着4着と1、2回戦取ってしまうとかなり、うん、まあ、ただそれほどね、はい、大きい3着4着ではないので、はい、で枠さんを応援してる人はね、大体あの枠津明の爆発力はみんな知ってて、そこを応援してるところがあるんで、うん、はい、まだまだしょうぐらいな感じだとは思いますけどね、はい、あの人波クレバーみたいなね。ああ 人波でいいんですよね、うん、その、まあ、枠さんクラス人波もいらないかもしれない。波半分ぐらいくらい、波半分、なんとか私3波ほど欲しいところですが、足りる3波、3分かんないです。そうか、足りると思ってましたね、うん、私100点満点で6点の人は3波じゃ無理じゃないかな。100点満点で6点、そうですね、うん、もうちょっとあってもなと思ったんですけどね。逆に0点よりもレアだと思う。そうですね、期待はいただいてるんですが。秋はメンツ一つ目が完成です。ひたじけですか。岡田は上を見ています。ちょっと上位は競ってるんでね、岡田さんもまだオーラスの上残ってますし、はい、一つでも上の順位は欲しいですね。トータルの岡田を追いかける、難しい、うん、ここは形はペイ切りたいけど、ペイ行きました。ペイ切るとパンパンだからね、はい、目いっぱいです、ね、持っておきたいもんね、ペイもね、はい、戦いますよというようなペイかといって、そうね、何切れるかっていうと
せいぜいラベバローピンとかになるのかな。9ピン引き入れましたよ。ただこれはもう3色とはお別れでしょうか。ドラパーマンなので、いや確定させるかもしれない、はい、うわー確定させに行く。打点系だよ絶対に。打点系です。だって受け入れは狭くなった。女は嘘つきと言いますが。いやちょっと待ってください。ドラッグパーマンなんで、はい、9万とかは切りづらかったのは分かると思うんですけど、はい、それでもね、イースマンの数万の分も一応保険かけて、はい、想像来た方が若干広いですから、ね、ちょっとはい、急走チーソーとかあるのかなと思ったんですが、ここのん、リャンマンお帰りです。ただあの、はい、打点だけじゃなくてね、あの仕掛けも効くっていう方かもしれないんで、そこはちょっと分かんないですけど、はい、そこはちょっと打ち手によってね、はい、同じ選択しても理由が違うケースがあるので、そこは分かんないですけど、ただここまでの麻雀見てるとどうやら地点も取れるっていうんではないような気がしますけど、はい、面前で入れてリーチして積もろうっていう考えでしょうか、ね、しかも地点だったらイーマンの方が絶対地しやすいもん、はい、パースを切ったら地入るかもしれない。パースを切ったら、あ、ここは地でした、うん、まあ、順目の兼ね合いもありますよね、はい、岡田系に天杯が入りました、はい、3色ドライチはペンチーマン、バクツが6、7、7、8の形でチーマンを持っていますが、いや、ただまあドラ表示会でね、はい、チーマン1枚出てる形ですから、バクツさんも日向も仕掛けます。ペン3像、はい、ジャストミートとかで引かない限りはチーマン打つことはないですよね。大本線でしょうからね。はい、そうですね。チーマン3色としたらチーマン自分から今3枚見えてるところ、うん、ただ3色引いちゃったらね、形でしょうがないってなるかもしれないですけど、はい、さあ日向は数層をチーしていい数層の天杯ですが、うん、まあ、これはペン数層という、ね、パーピン切るわけにはいかないんで、ウーピン打てるかどうか、7、8、9の3色がいます。ウーピンつも切りできるかどうかで、三蔵両蔵が切りやすい、まあ、いつもあるんでね、三蔵両蔵って打った時に当たる可能性もありますから。なるほど、相図のいつもあるからね、官僚層とかいろいろ、まあ、いい層は3枚切れですが、うん、あるかもしれない。だからペン数層の先天なんで、上がりをまっすぐ見るには形が悪すぎると、ここは時間を使う、はい、ただせっかく天杯入れて今なら数層拾える可能性十分ありますからね、はい、ということでつも切りを選択しました、うん、数層は数層は枠津がここ1枚持っているのと岡田が1枚捨てています。もう枠さん無理じゃん。これは数万切りますね。これは 100% です ね、 そうですね。これはチーマンはいけない。でも枠さん無理じゃん。もうあれ枠数層か一番切んないと大概点番ないじゃん。ああそうですね、もうあただ数万すら打つかどうかってこと。ああ数万が現物なんだ。あ数ピンが通ってるんだね、はい、岡田に数ピンが通っています。さあ日向ここは、うん、先天の上がりはというよりは天杯量がどのくらい効くかっていうのを計算してるんじゃないですかね、うん、ここの天杯取り切ることがどれくらい価値あるかなっていうことですね。で価値あると判断したってことですね。もうチーマン打つ可能性はゼロですから、はい、打つならもう 100% 数万ですから。9万のポンルミがイーシャンテン、やはり7、8、9に関連する牌はみんな警戒しています。そうね、はい、これでもう終わりか、はい、ただ日向さんの方が安いっていうのはみんな読んでるのがなぜですかね。なんかあるんですかね。そのこれは、はい、切りづらいけど切るしか天杯取り切れません、ね、チーピン、さあペンチーピンがあるかどうかで言うと可能性としてはあります。自分の目から3枚見えてますからね、はい、ただ打って2000点ならまだね、ノーテンポップとさほど変わらないので、岡田を上回らした方がっていう、ルミを上回った方が、いやそんなことないですね。日向から見れば
日向さんから見るとこの中瓶本線に見えるかもしれないね。ああ行きました、はい、自分から3枚見えちゃってるからね、はい、スーソーもまだ1枚いるんですもんね。スーソーは1枚います。チーマンはいなくなりました。ひなたにスーソーがやってきた。タンヤを300、500の上がり。ここ3巡時間は使いましたが上がりまでラスハイのスーソー。まあよく毎局針の穴通してきますね。いやそうですね、針仕事の方みたいになってますけどね。いいの怒られても知らないよ。あ、なんでしょうか今の。針の穴を通す仕事なんだな、よく通すよっていう意味合いでちょっと言ってみたんですね。藤崎さんと、浦部北さんにも言われてしまいました。あ、失礼しました。さあ、難4曲です、はい、一歩間違うとね、はい、全部の曲上がり取れてないもんね、稲田さんのやつは、ね、いやギリギリでした ね本当によく粘って頑張りますよね。さあ、岡田の親番ドラローマンです。ただメンツは1つ、ソーズ4連携、枠つメンツがありません。日向はソーズで1メンツ。このまま終わると11は26、マイナス10ぐらいですか日向さんね。岡田はまとまれば攻撃もあるでしょうか。岡田さんはね、あの1回戦目はい2着のルンビさんとの2着3着争いなので、できればねルンビさん引き離しておきたいですよね。あのトーナメントはやっぱりねトータル1位にいると周りから狙われないでもう逃がしてもらえるので、はい、やっぱり1位にいるのと2位にいるの道中大差なんですよね。やっぱりターゲットにされる2着というのは避けたいところですか。そうそうそう、あの終わって1位と2位は全く一緒なんですけど、はい、あのやっぱ道中の1位と2位は大差なので、今、うん、カンリャンマンを選択外します。ただ親番ですからね、ルミさん逆転すれば自然とトップも見えてくるので、はい、バクツはバカゼの難が統一です。順もかぶってしまった。今日1回ぐらいはポンチ先手見せてくれるんですかね。ポンチ先手今のところ1回もないですか。1回もないですね。岡田ポンチー戦点、もしかしたら決勝に取ってるのではないかとい う, いやもしかしたらあれじゃないですか、あの、はい、オーラストップ面の時だけ好きですよみたいな。それみんなやるからみんなやるやつですね。上がって終わろう。うわやはりまあ戦い方はちょっとルミさんトップ、ドラドラトップまであるね。ルミの形がいい。岡田は打点が上昇します。シールル順位点は55。この2人の手の入り方見ると、はい、日向さんは今日一日大変そうだねこれ。大変そうですね。岡田チートイズのいいシャンテン。いや闇手漫画まである。タンヤオチートイドラドラ恐ろしい。だってもう展開だけは全くよくいかないもんね日向さんね。いや日向はこの苦しい中自力でこじ上げてる感じだもんね。はい、さあシャンポンの2着でいいと思えば、はい、あのリャンピン切りますね。2着はダメとのこと、うん、トップが欲しいと、はい、さあウーソーで止まっています。仕掛けるんでしょうか。仕掛けました。イーシャンテンをリャン、はい、イーシャンテンをイーシャンテンですか。さあポンチ5800点からとい う, いやこれはひねってきましたね。はい、ここで仕掛けてきます。しかも、はい、唯一の両面からでしょ。唯一そうですね、三層数層のこの両面から、まだあのポンからは入りやすかったですけどね、はい、いやこの4、6、数万ローマンチーピンのこのポンってなかなか、うん、このチーはだいぶ勝負ですよね。岡田家前に出ました、うん、決勝に行くんだという強い気持ち、はい、どちらかというと、はい、麻雀教室の先生が見てたらおすすめしない、そのチーはちょっと、はい、とか多分言われるところですからね。ただここは泣いた方が得って判断したってことですよね、はい、ここだという仕掛け。まああのルミさんも脳天ってわけにいかないから、はい、パイガチ絞りされることはないでしょと。うん、
ヤンウーソーってしかもリャンゾー1枚切れてるだけだもんね。さあチーマン、カンチーマンで難を仕掛けている枠津ダブナン、そしてドラのカン、ターツカンチーマン、枠津さんはもう仕掛けていいシャンテン、このハンチャンはラスでもしょうがないから終わらせましょうと。うん、これは意地張るのはウーソー切るしかないですね。これウーソー岡田もしかして地位ありますか。いや、ないですかね。パーソン2枚切れなんで絶対ないです。パーソン2枚切れ、失礼しました、はい、そうですね、捨て牌。そしてルミは大丈夫、また6点から減ったんじゃないの今の。今ので、はい、あのまだ100点から減点中なんで、あ、はい、そう、まだ全然何十点かあるんです。おー、ずずしいなお前。でこっからあの 6点から減点しろよ。6点から減点、6点から減点は、あ、枠津は天杯取りませんでした、ね、いや、数層が2枚見えてて、はい、ちゃんと1枚だけですからね。はい、うん、まあダブルメンチは相当ないですよね。ウソチッセ出すそうですからね。はい、シャンポンのテンパイをチッセで4面にしたみたいなもんですからね。リャンウソで当たったらね。さあルミはやはりと親の仕掛け、ピンで1枚も引かないね。はい、引いてきたのはチーマン。あー、チーマンは岡田の現物ですが、親には現物なんだけど、ワクさんに報酬しただけで3着落ちたもんね。2戦では見えてますからね。あ、ダブなんか残機は見えてますからね。はい、ワクツのフェイスが強い仕掛けです。あー、チーマンで報酬するとラスまであるんじゃないの。漫画だもんね。そうですね、8000点になります。ダブナンドラドラが待っている。かといってそっかそっか、ピンズは切れないからしゃあないってことですか。怖いね、あのチーマンはね。怖いですね。当たると着落ちがある。ピンズを引いてきたがいいピン。いや、リャンゾ切るしかないんじゃないですかね。もうペン3ピンのイーペーコーテンパイ。これもリャンゾもだから親には大丈夫なんだけど、はい、ワークツさんに怖いんでしょうね。やはり打点がここ見えています。だってね、自分からウース、自分はあんこのウーソ1枚外してる形ですからね。うん、さあ岡田はテンパイを取ることができました。軽点、軽点です。まあ、軽点でも大きいですよね。ソーズウーソを差し子落ちしています。ワクツはこれで今テンパイを取りました。中膨れの数ピン。気持ち悪いね。気持ち悪いですね。町としては気持ち悪いですが、ピンズにくっつけばどうやっても後継なのにね。3、4、4、5の形でピンズを持っているワクツ。リーチ行きましたか。リーチはルミペン3ピン。あ、破できた。え、スーマンローマンって。スーマンローマン、あっと中膨れ、中膨れ数ピンを積もりました。ワクツリーチ棒はセーフ。はい、ダブナンドラは1000、2000ということで、今2回戦オーラスが終了しました。2回戦トップから、はい、日向、そして2着にルミ、3着岡田、4着ワクツの並びで2回戦が終了しました。続いて3回戦です。よし、私のゲーミングチェア AK レーシング。